皆さんこんにちは、ベーシストの藤谷一郎です。本日の動画はですね、フィンガースラップについて解説していきたいと思います。まあ、これを見てるね、ほとんどの人がフィンガースラップって何ぞやってね、絶対思ってると思うんですよ。もうそれもそのはず、だって僕が考えた名前なんで。はい、まあどんなものかというとですね、僕ね結構よくやるんですけど、こうやってね、わかります？右手で普通にこう2フィンガーを弾くような感じで、これね僕普通にまあよくやるんですけど、僕の後輩のベーシストとかがね、それなんかすごいですねみたいな、今度それの動画作ってくださいなんて言われて、まあじゃあそうねみたいな感じで、はい、今回ねちょっと作ってみたので、ぜひ皆さんもこのフィンガースラップね、ちょっとできるようになると結構ねメリハリのついたベースラインができるので、ぜひこの動画最後まで見てやってみてください。それでは早速いってみましょう。このチャンネルではベーシストに役立つ情報を随時配信していきますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録してご覧ください。フィンガースラップなんですけど、ちょっとまあデモ演奏というか見たことない人がほとんどだと思って、まあこんな感じでちょっと僕はよくやってます。ありがとうございました。まあ、こんな感じなんですけど、はい、今のはちなみにテイク3なんですけれども、はい、ですね、これね、まあ、どうやってるかっていうと、あのね、音だけ聞いてるとちょっとスラップやってるみたいな感じに聞こえないですか？はい、あのね、そうなんですよ。まあ、ちょっとスラップっぽくもあり、でも2フィンガーっぽくもあり。で、まあ、何がいいかっていうと、ずっとこの2フィンガーを弾いているこの体勢で同じようにあのスラップのような音を出すみたいな、これねわざわざこう手をこう持ち替えなくてもいいっていうね、まあ、メリットがあって、だから普通に2フィンガーでこう弾いている中でアクセント的にこうこういうプルみたいな、こういう音を入れられるっていうのがね、すごいまあ僕いいなと思ってて、なんかねすごいよく普通に普段のプレイでもむちゃくちゃよくやってるんですけど、これね、まあ、どうやってるかっていうと、スラップでいうこのプル、まあ、これをやってるのと同じなんですけど、これをスラップだとこういう体勢でやるじゃないですか。はい、これをこのまま2フィンガーのこう姿勢でこうやってると、こんな感じでやってますね。まあ、特にね、あの人差し指でも中指でもやるんですけど、まあ、特にコツっていうのはね、まあ、そんなになくて、まあ、指をあの深くまでこう引っ掛けすぎるとなかなかこう離れにくいので、そんな指先、割とでもまあ2フィンガーを本当に引くぐらいの指の当たる位置で、そのままこう関節をこう曲げてですね、で上に引っ張り上げて離す、こんな感じ、上に引っ張り上げて離す、上に引っ張り上げて離す、はい、まあ、こんな感じですね。これをこうで、これ本当にね2フィンガーを普通に2フィンガーでベースを弾いていて、アクセントを入れたい時だけこうやれるのでね、本当に便利なのでね、ぜひ皆さんやってみてください。この奏法の簡単な練習曲をちょっと用意したので、ちょっとやってみてください。まあ、こんなフレーズなんですけど、まず最初ね、こう A、 この A、4弦の5フレットと2弦の7フレット、これ1オクターブの関係なんですけど、はい、そしたら次3弦の2フレットに行きます。右手は常にオクターブの関係を保ってください。はい、で次半音上がります、1フレット上がる、
で、この5フレットまでいったら、次、4弦の2フレットに下がる。で、また半音ずつ上がる。で、元に戻ってくる。はい、こんな感じです。はい、こんな感じですね。これね、まあちょっとコツっていうんですじゃないんですけど、あのこの1オクターブ下の音は長く、そして1オクターブ上の音は短く、はい、こんな感じですね。これをね、まあテンポ、そうですね、あんまり遅すぎても難しいんですけど、まあ65とか1、2、3、4、はい、まあこれぐらいの感じからまあ練習してですね、もうちょっと、そうですね、110ぐらいでいいかも。これ今テンポ110なんですけど、はい、まあこれぐらいのテンポでできるようになると、まあ結構いいかなと思います。で、まあこれだけでちょっとつまらないんで、まあもう一つぐらいね、あのもうちょっとかっこよさげなフレーズをちょっと用意したんで、まあもし余裕のある方はぜひチャレンジしてみてください。こんなフレーズです。はい、これね、まあ、まあ僕のそのフィンガースラップがすごい、まあ生きるベースラインなのかなと思っていてですね、コードで言ったら、まあ Em っていうコードの時に使えますね。まず最初の1小節ゆっくりやってみます。はい、これはですね、まあ最初4弦開放 E 弾きます。これ音符短く、そしたら2拍目のタイミングでこっちでね、こう打ちましょう。これまあカラピッキングというのか、なんていうのか、はい、このまあ叩く感じですね。こうやってこれ言いましょう。で、叩いたら次3弦5フレット7フレット、これ両方ともフィンガーピッ、あのフィンガーなんだっけ自分で考えてた、忘れた、フィンガースラップ入れましょう。はい、で次、このタイミングはですね、ドゥツダダウンダラダって、まあ4拍目の8分音符から、はい、この最後のこれっていうのは、まあ4弦の5、7フレットなんですけど、これはね、ハンマリングで、こっちはフィンガースラップ1回だけこうやって、ここハンマリングで4弦の開放、もう一回こうフィンガースラップでやりましょう。はい、ここまでゆっくりやると、はい、こうなります。で、次の小節もう一回繰り返します。はい、ここまで一緒で、この後こういうフレーズが来るんですけど、これね、2小節目からやると、ドゥッツダッダッダラララララダラララララっていうのが、最初の音が、まあ要はね、全部5フレットと7フレットしか弾かないんですけど、でこうやってて、この弾く場所はですね、まず2弦の7フレットフィンガースラップ、2弦の7フレットフィンガースラップで弾いたら、これプリングで5フレット、そして次3弦7フレット、これもプリングで5フレットに戻る。で、最後4弦の7フレットで、これで終わりです。で、このフレーズを入れるタイミングがもうちょっと難しいんですけど、
ワン、ツー、スリー、タラララララって、その最初のこの音がですね、3拍目の16分音符4つ目に入ります。ワン、ツー、スリー。はい。こういう感じですね。もう一回やりますよ。ワン、ツー、スリー。はい。こんな感じです。ちょっとね、頭からやってみると、はい、こんな感じです。もうちょっとかっこいいと思うんですけど、そんなに難しくないですよ。もう押さえるとこ5フレットと7フレットだけなんで。でこれちょっとね、まあ、テンポ、まあ、85ぐらいかなと思ってるんですけど、ワン、ツー、スリー、フォー。はい、今ねちょっと後半でやった後にでこうちょっとねフィンカラーピックを勝手に入れてしまったんですけど、余裕のある人はねこういうのもやってみてください。はい、これねこういうのが入るとまあかっこよくなるんで。はい、ぜひやってみてください。本日の動画は以上となります。いかがでしたでしょうか。もうね名前を忘れてしまうんですけど、フィンガースラップ、これねぜひ広めていきたいなと思います。なんか3年後とかにねフィンガースラップっていう言葉が普通に使われ始めたらちょっと笑いますよね。はい、そうなったらいいなみたいな。はい、ということでぜひ皆さんも練習してみてください。このチャンネルではベーシスに役立つ情報を随時配信していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価ボタンを押してもらえたら嬉しいです。それとコメント欄に疑問質問なんかご意見ご感想などあればぜひぜひいろいろ書いてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。